立ち上がる必要はもうないのだからな。私は死の一撃を刑に与えた。これを受けて生き延びたことをガウェイン教への許しとする。異論ある者はいるか？いいえ。ああ、父上の決めたことだ。我が騎士たちよ、今や戦争は最終段階に入った。最果ての塔はついに我らを迎え入れる。故に反抗勢力をまとめて叩いた。生き残りが生徒に攻め入るとしても。故に奴の存命を黙っていたと。彼が何をしようが師匠の御心は乱れない。違いますか、アグラベイ？確かに我らの方は完全だ。ケイラは先ほどから何の話をしている？ベリビエールとは誰のことだ？ケイラを召集したのは、この計画にケイラの力が必要だからだ。随分と騒がしいな、アグラベイン。生徒に侵入を許したのか？ランスロット卿がまたも反旗を翻しました。ほう。かつてブリテンでは成し得なかった千年王国を、誰にも侵されず誰をも脅かさない理想の国をお作りください。いいだろう。お前たちは何者だ？私は獅子王、嵐の王にして最果ての主。答えよ。お前は人類は焼却された。もはや救いはここにしかない。世界の果てにな。救い？なんでこんなことが救いになるんだ？私はお前たちを愛している。だからお前たちを失うことに耐えられない。では見せてやろう、世界の皮を剥がした下にある真実を。清掃、罰病、僧は空を裂き地をつなぐ嵐の怒り。それは全ての傷、全ての怨恨を癒す我らが故郷。最果てより光を放つ。権限せよ、ロード・キャメロット！その輝きは。デデ、どうかお許しください。マーリンの魔術で皆さんを騙していたのです。このアガートラムも同じ。これはエックスカリバー。エックスカリバー。ベディ・ビエール、その名前は思い出せない。ベディ・ビエール、聞けは私違う、聞けは私の、私だったものの。この町の人々の笑顔が。そうか、K の日々が充実したものであるなら私も嬉しい。キケは何者だ？なぜそこまで？それはあの日のあなたの笑顔を今も覚えているからです。円卓の騎士を代表してあなたにお礼を。あの暗い時代をあなた一人に背負わせた。あなたこそ我らにとって輝ける星。
我が王、我が主よ、今こそ、いえ、今度こそ、この剣をお返しします。そうか、ようやく思い出した。あの森を、あの丘を、最後まで私を気遣う泣き晴れた騎士の顔を。その悔いを晴らすため、そなたは幾星そうさまよい続けたのか。見事だ、我が最後にして最高の忠節の騎士よ。聖剣は確かに返された。誇るがいい、ベリビエール。騎兵は確かにそなたの王の命を果たしたのだ。カルデアのマスターよ、この度の戦い、私から謝罪はない。私は私の行いを今でも正しいと考える。そなたは、そなたが良いと感じた道を行くがいい。さらばだ、私は私の理想と共に滅びる。だが救われたものはあった。ベリビエール卿、あなたの過ちは意味があった。この私には意味があったのだ。私にはそれが。